藤谷蓮次郎です、えー。今日は今まで取り上げてない方の一曲言ってみたいと思います。えー、その方は、布施明さんのお曲です、えー。君はバラより美しい。君はバラより美しい。をめぐってというところでお話しさせていただきます。えっ、ー、と、基本データはこういうことになります。えー、君はバラより美しいは1979年の1月。えっ、ー、と、布施明さんといえばもう、 いくつもヒット曲をお持ちであの圧倒的な歌唱力で、えー、まあ大人気だった方というのは分かってはいるんですが私の年齢の人間、まあ、私の年齢ですとどうしてもですね70年代後半くらいのやつになってこないとあんまり記憶がしっかりしないんですね。で私にとって伏瀬明さんのヒット曲はもちろん「シクラメンの香り」とか 聞いたことがありますよ。霧の真柊子とか。だけど、やっぱりあき明さんのイメージと、君は薔薇より美しいなんです。えー、詩は、この角谷さんとお読みするのか、角谷さんとお読みするのか。えー、この角谷さん、角谷さんという方で、曲が、曲と編曲はミッキーヨシノさんです。で、ミッキーヨシノさんのやはり曲というのがものすごくてですね、 最後のあの、最後のフレーズ。あ君は変わった。の他の音が恐ろしく高いとかですね。伏、えー、布施明さんならではのあの声と歌唱力の美しさを十分引き出しているメロディーライン。で、これに関しては、あの、私の愛読する音楽評論家のスーディー鈴木さんも、まあ、1979年というのはまさに五代五も前世の頃で、ある意味、 時代のメロディーメーカートップとしては、このミッキー・ヨシノという人が確かにいた時代だと思うんです。で、ありとあらゆる工夫がきれいにはまって、ヒットチャートを圧倒的な勢いで席巻しているとき。で、これを、まあ、あの、当時の歌手としてはもう十分大人の男性である布施明さん。今だと、 もう30代とかでもねアイドルで40代っていうのがいる人たちがザラにいる時代ですからだいぶイメージ違うんだけれども大人の男性として女性とちょっとした恋のやり取りを楽しむ余裕がある男性が相手の女性に夢中になっていくという歌なんですがそれをあの明さんの声で「 しかもポップなメロディーといろいろ工夫されたアレンジを駆使しながら一歩も引きを取らず聴かせてくれるあの余裕の感じが布施明さんという人は歌うまいなというのがやはり少年時代の私の心に圧倒的に印象づけられたという感じがありますで。布施明さんとしてもヒットチャートの上の方に出てくる曲としてはこれが最後なのかな えー、もう、あの、いちいちヒット曲としてものすごい上の方で狙うぞっていう感じじゃない活動の方に切り替わっていく年頃ではあったと思うんですが、まあ、素晴らしい、えー、一曲でしたね。で、この1979年は、えー、前々から私申し上げているように、あの、西城秀樹さんの YMCA が圧倒的な人気を博した時代ではありまして、えー、まあ、男性の、 男性の歌手70年代からずっと活躍してきた人たちの活動として一区切りされていくのがこの79年と考えるとこの、えー、布施明さんというとてつもなく歌のうまい方の活動の切れ目っていうのもここに変化する時期というのもこの一局にあるような気がいたします。それがこのの華やかな一曲というのは やはり時代が彼を選んだということだったという気はいたしますがえ今日は布施明さんの「君はバレより美しい」という名曲を取り上げさせていただきましたそれでは失礼いたします。